グリフォン 2000TDX マークツーリトアニア国境警備隊沿岸警備部隊の保有艇 2000TD 型ホバークラフトはイギリスのグリフォンホバークラフト社の開発したホバークラフトである。軍用型と民間商用型が存在している。用途としては揚陸、警備、旅客輸送、救難、開発支援などが想定されている。イングランド南岸ハンプシャーに拠点を置く。 グリフォンホバーワークは40年にわたりホバークラフトの開発、製造、販売を行っている。また同社はホバークラフトに初めてターボディーゼルエンジンを搭載したことでも知られる。1990年代初頭に開発された 2000TD シリーズは1970年代から軍用、商用の両方で広く用いられていた。 ブリティッシュホバークラフト SR-N6 に比べるとわずかに小型で、また大幅に軽量化されていた。ほぼすべての構造材がアルミ製となった 2000TCX シリーズは SR-N6 の約半分の重量となっている。2008年には改良型の 2400TD が開発された。このモデルは従来機種に比べ速度、積載量が増大し、 また障害物を乗り越えられる、高さも大きくなっている。イギリス海兵隊のクック型やクッション型用陸艇、グリフォンホバークラフト社による基本的な数値であり、採用者により細部は異なる。ありがとうございます。